こんにちは。ミニバン放送局の時間です。今日のゲストは矢作京さんです。俺様ライガン。お、いきなり熱いですね。カムイ君の決め台詞で。そこは俺が来てるんだから俺の決め台詞でいいだろ。京君大人気ですよ。たくさんハガキが来ています。まあ俺様だからそんなもんだろう。じゃあ早速お便りを紹介しますね。ペンネーム私もリベンジに燃えてますさんからです。愛知さん、皆さんこんにちは。こんにちは。この前ちょ、はい、今皆さんって言ったけどこの子は俺が今回のゲストだって分かって出してきてるんだよな。ああそうですよね。続きいいですか。もうこの前友達のところへ遊びに行ったら友達の家のインターホンのところにものすごく大きな蛾が止まっていました。あれは多分羽を休めてたんだと思うのですが、蛾でインターホンが丸々隠れてしまうほどの大きさだったのでずっとインターホンが押せなくて友達に僕が家の前まで来ていることになかなか気づいてもらえませんでした。京さんに質問です。蛾って何のために存在してるんですか。知らんわ。また来週。待て待て待て。あいち、そろそろ帰るよ。今いいところなんだよな。あと5分、あと5分だけ待って、しょうがないな。いいな、お兄さんはヘミさんと毎日一緒にいられるんだもんな。カムイ、待ってよ。お兄ちゃんを捕まえてくれ。待ってってば。俺の後ろをついてくるエミさん、かわいすぎる。でもちょっと待てよ、兄弟ってことは。カムイ、私ね、好きな人ができたんだ。お兄ちゃんなんだから応援してくれるよね。そんなエミさん、嘘だと言ってください。君臨せよ、つくやみ。いくよ、機関スロット。みんなの切り札が収録。ヴァンガード天魔解放好評発売中。スペシャルギフトだって。ブシロード。